軍団の食欲がやばい。100週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。土曜日はシルバーアロワナの武蔵、僕はいつもアロワナには毎度おなじみ恐竜のビッグカーニバルを与えています。この一粒には金魚一匹分の栄養素が入っているのですが、いつも適当にこれくらいを朝と晩にあげています。本当はちゃんと測って与えた方がいいんでしょうけど。で、こいつらの食欲ってほんまにやばいのよ。金魚約100匹を1日で食べきったくらい、ほんまにね、なんていうかもう動く食欲っていう感じ、もう食欲を飼育してるって感覚になってきました最近。そんな食べるのが大好きなムサシたちの餌やりなんですけど、さっきも言った通り今まで適当にあげすぎたので、ここいらでちゃんと測ろうと思います。ここでクイズ。この一握りの餌、だいたい金魚30匹分ぐらいをアロワナ軍団は何分で食べ終わるでしょう。1、2分、2、4分、3、6分。それではスインキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第59周目の測定いきましょう。まず武蔵から、先週の 50.2 センチの線から2つ目の点、いいね、線を書いて測って 51.0 センチプラス 0.8 センチ、すごい、ほんまに最近調子いいな。さて、古文の結束、まずは白から。白は先週の 52.1 センチの線からまた伸びておらずステイ、2週連続のプラスマイナス0センチ。最後に銀も、先週の48.3センチの線から同じように測ってプラス 1.0 センチと 49.3 センチ。銀も最近いい感じだね。いいね、白が嫌いなわけではないけど、なんか武蔵と銀には頑張って白を抜かしてほしいな。それではクイズの答え、実際の映像を見てみましょう。僕が寄ってくると餌だとわかるようでめっちゃ欲しがる3匹ね、食欲の塊でしょ。それではあんまり待たせるのもかわいそうなので行きましょう。勢いよく食いついたアロワナたちですが、その後は意外と冷静に食べ進めていきます。お腹がもっと空いていると暴れ続けながら餌を食べまくりますが、今日はそんなに空いてないみたい。それでももうほとんどなくなってきました。そしてあっという間に食べ終わりました。さて、気になるそのタイムは1分59秒94。1分59秒94、ということで正解は1の2分でした。すげえな、早すぎでしょ。やっぱり足りないのかな。でもだいたい餌は5分くらいで食べ終わる量が熱帯魚飼育の目安とされているから、まあこれを1日2回やってる僕は本能的に適正飼育をしていたということになりますね。素晴らしいぜゼロ丸。まあ当てずっぽじゃなくてちゃんと測ってあげるのが一番かっこいいけどね。次は火曜日、ケズメリクガメのたわしを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。